こんにちは。こんにちは。続けて質問があります。はい。今度の K1 大阪大会で篠原優斗選手とゴンナッパー選手が世界トーナメントの1回戦で対戦します。はい。こちらについて、まあ、実際に篠原選手と2回戦った中澤選手ですから、いろんな深いお話が聞けるんじゃないかなと僕は思ってるんですが、ちょっとコメントや勝敗予想をお願いいたします。はい、そうですね。まず、ゴンナッパー選手はサウスポー版の、まあ、ムエタイベースですけど、ちょっと僕とファイトスタイルは似てる部分があるかなと思います。まあ、もちろんゴンナッパー選手の方がムエタイ系の戦い方で、もう僕の方がちょっと頭振ったりとかはするんで、ボクシング寄りにはなってると思うんですけど、お互いこうズカズカと、重心を落として、ゆっくり前に進みながらプレスかけて前に詰めていく、このスタイルっていうのは似てるんじゃないかなと思うんですよね。で、僕篠原選手と1回目やった時っていうのは、まあ、まだ彼がお子ちゃまだったんで、多分根性がまたなくて、まあ、ローキックが効いていたかったらすぐもう効いたっていう感じだったんで勝てました。2回目の時は、まあ、ローキック効いてたんかなとは思ったんですけど、なかなか最後の最後まで頑張って踏ん張って、それを顔に出さないようにしながらサウスポーに切り替えたりとかして、うまく足をこう殺されないようにしてる感じが見受けました。どうなんでしょうね、パンチのキレっていうところでは完全に篠原君の方が圧倒的に上だと思います。スピードは全然速いですね、ゴンナッパーより。だからゴンナッパーのパンチはかなり、しっかりと拳をグッと握り込んで、あまり引きを意識しないでフォロースルーでグッと乗せてくるんで、かなり連打とか、ステパンチっていう能力は低いと思うんですけど、かなり、ブロッキングをもし篠原がしちゃうと、かなり揺さぶられるんじゃないのかなと。揺さぶられたところからブロッキングで吹っ飛ばされたところにミドル、ローキックをつなぐっていう形になるんですけど、もうここに関してもお互い一流なんでね、どっちが勝つっていうのは正直難しいんですけど、まあまあせっかくね、僕からでベルト取った篠原くんなんで、篠原くんに勝ってほしいなという気持ちを込めて 6-4 でゴンナッパー。っていうところですかね。やっぱそこまでゴンナッパー選手は強いですかね、やっぱり。まあ穴ももちろん全然ある選手だと思うんですけど、やっぱり、難攻不落というか、ね、パンチはそんなすごい上手いわけじゃないと思うんですけどね、なんだかんだやっぱタフですしね、浦部晃也選手にも勝ったことあるっていう実績もありますしね、そういった意味では、まだゴンナッパーかなと思っております。頑張れ優斗。ありがとうございます。